ボンジュアトゥースということでですね、なんかふとですね、まあ、急遽撮ってるんですけど、ふとですね、投稿数見たら、まあ、動画とかショートとか含めてですね、まあ、毎日投稿あの手この手してるんですけども、気づいたら動画がですね、365本超えてたんですよ。なんでまあ無事1年ですね、まあほんの一握りの数人に見ていただいているというところで、ですね、まあ、あの1年間とりあえずですね、ありがとうございました。でまあ今後もですね、まあ、自分のノート的な感じで使っていきたいと思ってますし、まあできるだけというか、まあ、毎日投稿はしたいと思ってますし、そのほんの一握りの数人の方たちですね、のまあ、その何かね、まあ、プラスの材料として、人生を何かのね、まあ、ポイントだったりとか、まあ、何かのこう知識だったりとか、こう種まきとか、そういったですね、ものに、まあ、うまく利用をしていただければなと思ってます。はい、ということでね、まあ、別にそこで僕は1周年記念だバーみたいなのとか、特にやるつもりもないですし、まあ、やるような規模でもないですし、あんまり伊藤個人的にもですね、そういう何周年記念とかっていうのはあんまりちょっと興味ないので、まあ、いつも通りですね、切り抜きの続きをちょっと この後流したいと思うんですけど、まあ、とりあえず、まあ、1年間、ですね、まあチャンネル登録してくれてですね、していただいてるですね、百数十名の方と、ですね、中でも、動画をちょいちょい見ていただいてるですね、数人の方、にですね、まあ、まあ、1年間とりあえずですね、ありがとうございました。まあ、今後ともですね、投稿はしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、切り抜き動画に行きたいと思います。はい。それでは。最後ですね、歴史と伝説という部分なんですけれども、一つ目ですね、古代ギリシャ、この時代からいろいろね、使われていたと、その人々の周りにあったとこういうふうに言われています。はい。で、さらにですね、古代エジプト。この古代エジプトの、まあ、記録的なものっていうのはあんまり残ってないんですけど、ただ壁画にですね、ローズマリーらしきもの、まあローズマリーなんでしょうけども、を持った人々が、絵に描かれて彫られていたりするという部分で、もう確実に古代エジプト、ギリシアにはですね、そういったものが、人々の身近なところにローズマリーがあったというような、まあ、文字ではないですけども、記録に残っているという部分があります。で、二つ目ですね、まあ、次、古代ローマですね。古代ローマ植物学者のディオスコリデスさん。よく出てきますね、ディオスコリデスさん。はい。待ってましたと。こういう部分なんですけども、この方はですね、が言うには、ローズマリーをですね、まあ、煮出す。まず煮出す。煮出したその、まあ、水というかですね、そういったものをですね、まあ、飲むと。まあ、今で言ったハーブティーみたいなもんですけども、それを飲むと。で、飲んで、運動して、で、ローマですので、まあ、入浴しますと、お風呂入ると。で、お風呂入った後に、風呂上がりの一杯のワイン。このルーティーンをすると、非常に疲労回復効果があるということですね。なので、ですね。まあ、これが今、まあ、正式な、その、ルーティーンの流れをただ喋っただけなんですけども、まあ、まあ、何が言いたいかというと、ディオスコリデスさんは運動する前にとりあえずローズマリーに出した水を飲めと。で、運動したならば、入浴して、お風呂の中で、まあ、リラックスして疲労回復に血行良くして、しろと。で、その後に、まだ残ってるような疲れっていうのは、もうワインで消しちゃえと。多分そういうことだと思います。はい。こう言ったら多分、ディオスコリデスさん怒ると思うんですけども、疲れ、疲労回復には、このですね、ローズマリーのハーブティーみたいなものを飲んで、運動して、お風呂に入って、ワインを飲むと。っていうルーティンが、日々の疲労回復効果があると。こういうことを、ディオスコリデスさんが残しています。という部分ですね。
で次にですね、さらに古代ローマのですね、博物学者さんっていうものがいました。博物学者さんその中の有名なんですね、プリニウスさんという方がいました。でプリニウスさんという方はですね、この人も記録に残しているんですけれども、こういう人は樹液に注目したんですね。ローズマリーの樹液、これはですね、まあそのなんて言ったらいいの、浄化作用がある、浄化作用が必要な病気とか、まあ例えばこう悪夢を見たとか、あのお前は悪魔に取り憑かれているとかって変な人に言われたりしたり、そういった時にですね、樹液をこう舐めたり飲んだりすると浄化されるよと、こういうことを残しているんですね。さらには、まあ、その樹液には、視力の回復効果があるとこういうふうに言っています。はい、まあ何かついてるよって言った人の目が悪いと思うんで、そういう人に、先に樹液をあげた方が僕はいいと思うんですけども、まあ、プニウスさんはですね、そういった浄化作用が樹液にはあるとをされて記憶に、記録に残しています。はい、これも歴史というよりか伝説に近いんですけどね。で次にですね、キリスト教以前のですね、ヨーロッパの話なんですけども、まあ、式典、結婚式とかお葬式とか冠婚葬祭ですね、そういった時にですね、ローズマリー非常にですね、こう利用していて、そばに置いたりして、さらにはこうかぐわしい香りをこう立ててですね、祝ったり、葬儀したりしていたという部分ですね。でその中にはですね、こう変わらぬ愛とか定説とか、そういった象徴にもなるのが、ローズマリーという部分で利用していた、ということですね。で、次にですね、そのローズマリーの生育に関してなんですけども、これはですね、キリストの生涯を非常に象徴しているとされていまして、まあ、多くの伝説で、聖母マリアと結びつけられているという部分ですね。はい、で、それが次につながってくるんですが、キリスト教とローズマリーの花っていうふうにこうバッとあるんですけども、ちょっと前説一つ話すと、まあキリスト教、まあ聖母マリアさんの前にこう、女神アフロディテさんっていう方がいました。アフロディテさんはですね、まあいろんな植物とかいろんなものを、まあ、非常にこう象徴として持っていて、まあそのほとんど植物のほとんどがまあ聖母マリアさんに受け継がれるわけですね。その中にローズマリーもあったとこういう、ことがあって。で、まあ、まだ幼子のイエスさんですね、を抱えて、まあそのまあ、悪い王様からこう追手が送られるわけですよね。その追手に対して、まあ、こうエジプトの方面とか逃げていくんですけども、その時に、まあ、あのローズマリーの茂みに、まず赤ちゃんの幼子のイエスをこう隠すわけですよね。で隠した時に、まあちょっと湿っていたんでしょう。まあ、衣が濡れますと。で、まあ、まあ、大丈夫だなと、やり過ごした後に、その幼子イエスを巻いていた衣ですね、布。それをですね、じゃあちょっと濡れちゃったから乾かそうっていうことで、まあ、その白い花が咲いていたローズマリー畑というか茂みにですね、こう、バッて切ら、その布をかぶせて乾かそうとしたんですね。そしたらですね、たちまちですね、ローズマリーの白い花たちがですね、その青色に変わったというような伝説があると。で、まあ、青色っていうのはどこにやっぱり象徴されるかっていうと、聖母マリアの、衣っていうのは、青色ですよね。で、教会とかいろんなですね、有名な教会とか行くと青色のステンドガラスがあったりします。でそこっていうのは結構ほぼほぼ確実にマリア様が書かれている部分で、マリア様イコール青っていうのは、非常に、リンクされている部分であって、さらにですね、その時代ですね、的には、まあ、今の僕たちでいうゴールドとかプラチナとか、そういった位置づけでですね、色でいうと青って非常に、位が高くて貴重なものだったんですね。だからマリア様のところによく使われていたりすると。逆にですね、いろんな教会行って青がいっぱいあるようなステンドグラスとか青が貴重の教会とか、もし見つけたらですね、そこは非常にですね、当時高貴な場所で、かなりまあ、言ったらお金がかけられて、かなりの腕の人たちが、まあ、従事した特別な教会と高貴な教会として理解していただいて、いいと思います。はい、
全然僕もあの何とか教とか、宗教とか全然あの入ったりしてないんですけども、まあ、あの趣味でいろんなですね、ところ行ったりとか美術館とかあの博物館行ったりとか、もちろんその、まあ、芸術アートの一つとしてですね、教会とかいろんな教会とか行ったりして、体感してですね、まあ、こういった情報があるんですけども、はい。で次にですね、キリスト教はちょっと置いといてですね、ハンガリーウォーターの伝説っていう今度は題で話していきたいと思うんですけども、ハンガリーウォーター、これ美容に詳しい方は聞いたことあるかなと思うんですけれども、まあ、ハンガリーウォーターっていうものがあります、まず、はい。で、この伝説はですね、ハンガリー王妃14世紀ぐらいのですね、ハンガリー王妃のエリザベトさんっていう方がいたんですね。当時70歳とか72歳とか言われてますけど、まあ、その人が、まあ、博識の隠者にですね、まあ、ちょっと、若返りの化粧水の作り方を教えてくんねって言ったわけですね。で、隠者は「おいっすよ」っつって教えるわけですよ。でそれはエリザベートさん持って帰って、まあ、作ったりするわけですよね。で、その隠者が教えてくれたりするとハンガリーウォーターっていう水をですね、まあ、化粧水として使ったらですね、たちまちですね、健康と美貌が戻ってきたというですね、伝説があって、その当時70歳72歳だったあのエリザベートさんはですね、まあ、身も心もですね、20代ぐらいまで若返ったと、されてます。でそして、それだけではなくて、隣国のですね、国王さんからですね、なんと求婚されて、結婚してその後幸せになったというような伝説があると、はい。まあ、ハンガリーウォーター、ここでですね、知ってる方と思ったと思うんですけども、ハンガリーウォーター実はですね、超アルコール度数の高いですね、蒸留酒なんですね、なので、まあ、お酒なんですよ。ローズマリーをつけた、つけて蒸留したあのお酒なんです、蒸留酒なんですけども、それをですね、まあ肌に化粧水として使って耐え抜くその肌の強さ、それ自体がもうすでに美貌だったんじゃないかなと、もう健康的だったんじゃないかなというふうな、ふうに僕は思ってますけれども、ちょっとうがった見方しますけども、まあ今普通に考えてですよ、ハンガリーウォーターしてる方、って思いますよね、だってアルコール度数の高いお酒ですよ、それを、ね、化粧水としてバンバン使うっていう意味なんで、まあ驚いた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そんな伝説もあります、はい。で次ですね、民間の伝承とですね、まあ、魔除けと魔法っていうものがあって、まあ、その昔のですね、まあ、西洋の方ではですね、まあ、ローズマリーに関してですね、ローズマリーを使った魔法だったりとかっていうものが、魔法とか魔除けっていうものがですね、非常に記録に残っているんですね、多く。なので、その民間伝承としてですね、例えば視力回復だったりとか、何ですかね、健康とか、そういった意味で、まあ、魔除けの、まあ、儀式とかにも使われていたしっていうところで、ローズマリー非常にですね、深く関わってますよという部分ですね、はい。で、まあ、家庭ではという部分なんですけども、家庭ではですね、クッキーとかケーキとかに、ローズマリーを練り込んでというかですね、砕いて入れたりとして焼き上げていたと。でそうすることによって、もちろん健康、そして若返りっていうものを願って、そういった効果があるとして食べていたという部分ですね。ただ、未だにいろんなクッキーとかでハーブクッキーとかあると思うんですよね。で、その中にローズマリーとか、よくあると思うんですよ。で、それっていうのはもともとこういった若返りの逸話とか健康とか、まあ、視力回復、記憶力回復とか、そういったものがですね、昔からの流れ逸話とか伝説のもとクッキーとして残っていて、未だに作られているという部分で、まあね、あのヨーロッパ旅行とか行ってハーブのクッキーとか、ですね、まあ時々悪いハーブのですね、ダメな方のハーブ、クッキーなんかあったりするんですけども、それはまあ食べないでくださいと。じゃなくてローズマリーとか、まあ、それこそタイムとか、セージとかそういったものを使ってですね、まあ、ハーブクッキーがあります。まあ、そういったものを見つけたらぜひ買って食べてみてください。はい。まあ、あの健康に若返ったりすると思います。はい。ということでですね、今回前半はこんな感じ。はい、ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。
よろしければいいね、高評価ですね、それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのフォア。